使う人もすごくそれを選んだりとか、そこからその始まっていて、でなんか作ったことが完成じゃないというか、その誰かに伝わってそれを使っていってその仕上がっていくというか、そこがすごく魅力だと思っていて、今日これに何をよそろう、何を食べよう、どういう話をしようみたいな、そのなんか一つのなんていうんですかね、あの日常というか、そういうのがなんか続いていくことというか、それがすごく魅力というか、そうやってつながっていけばいいと思っています。